はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回はシンギレンの野望キシリアザビプレイをやっていきましょう。前回ですね、父殺しを見抜いた、ギレンの父殺しを見抜いたキシリアが逆賊ギレンを撃つということで、ザビ家が二分されました。でキシリアの方には復活を遂げたドズルザビ中将にガルマザビ大佐、さらにフルフロンタルマリーダ等が集結してくれています。で一方ギレンの方はバオアクーにこもって我々、キシリア軍を迎え撃とうという構えなので、これをねしっかり、叩いていくというところからになります。でズムシティの方の部隊なんですが、ランバラル専用機らしきものがある。ちょっと見ましょう。これはランバラル専用ドム、これ能力見ただけでもザクツーよりはるかに強いですもんね。さらにランバラル専用ゲルググもいるね。あとはリッグドムがいて、ギャン、シャア専用ギャンだ、これシャア専用ギャン。あとはビグザムがいるね。ビグザム、これ使いたい。あとバルバロもいるし、結構充実はしてますね。あとアクトザク、ここにいるアーバオアクーを囲んでいる戦力だけでも十分に、叩けるかなとは思いますが、場合によってはズムシティから増援を出しましょう。あとはズムシティ近くに展開しているギレンの艦隊2個艦隊、パッと見だとグアジン級が1隻、ムサイが1隻いたと思うので、これをなんとか排除しておく必要があるかもしれませんね。動きは確認します。彼らさあ、アオバオアクーちょっと言えないですね。アバオアクー奪還、ギレンザビは自分こそが正当なるジオンであると表明、アバオアクーを総選挙しました。部隊を派遣しアバオアクーを奪還してくださいということになっていますね。ぜひ提案してください。じゃあまず早速アバオアクー攻略戦、これを発動します。でさらにさあ行きましょう。さらに資源の売却をします。でだいぶ金に余裕もできたので、一気に技術開発を進めていきましょう。でさらに生産もしていきます。この次のステップのためにですね、生産するのはまずは航空機、艦船ですね。後々地球本土攻撃をするために地球に降下できるザンジバル、これ重要なんでザンジバルを2隻、さらにモビルアーマー、ビグザム、エルメスで、モビルスーツは量産型ゲルググ、これ、生産段階で強化してあるので、これをね量産していきます。さらに量産機を強くしたイメージですね。
ここも同じです。作るのはザンジバルで、モビルスーツはゲルググを作っていきましょう。ちょっと閉まったなぁ。資源売ったものの、いきなり資源がないっていう、なんとも間抜けなことになってしまった。では出撃させていきましょう。ここはまずは、そうだな、ビグザム出撃させたいけど、ビグザム足が遅いな。とにかくビグザム以外でさ、敵の艦隊相対してどうにかなる相手いないもんな。ちょっと他は、手を出すのはやめておきましょう。こっちも同じだね。となると生産でもう一隻ザンジバル作っておきます。で、あ、バワークの方はもう攻め込みましょう。基本的にはモビルアーマー、特にビグザムのマップ兵器をうまく使っていこう。ブラウゴロ、今ちょっとチラッと見ましたけど、マップ兵器ちょっと微妙だね。エルメスのマップ兵器はそこそこ使えたと思うんですけど、マップ兵器の使いやすさでいうと、マリーダさんのクシャトリアに勝るものはないですね。ここはもう特に何も考えずに侵入してます。侵入する場所をあえて一箇所に固めずにという感じですね。ではこれで時間を進めます。連邦の動きがどうだろう。グラナダを伺う気配があればちょっとまずいかなって感じはしますね。さあ、バオアクの攻撃戦です。全軍委任もできるんですが、勝利が確実なものになるまでは直接指揮を取ります。さあ、青バーク攻略戦です。まずはビグロを発進させる。さらに、リックドム、ギャン、マクベのギャン、まあ、ここはまずは普通に進撃しよう。ここも3連星じゃなくなってる。いや、3連星いるね。3連星がいますが、まあ、普通にまずは進撃ですね。で、エルメスのララースーンがいてっていうのが、このマップの左下から進撃している部隊です。で、画面の左側から行くのがムサイクランプ。さらにジーン・デニム・スレンダーのザク部隊ですね。これも発進させましょう。で、攻撃衛星が展開しているので、これは確実に潰しながら進んでいきます。続いて画面の左上、ここはムサイビッグドム発進させましょう。またアクトザクの方が足が長いね。なのでまずはアクトザクを発進で、ビグザム、これは誰も乗ってないビグザムですね。誰も乗ってないビグザムは動きが遅いね。さらにブラグロ、シャリアブルです。シャリアブルの能力ちょっと確認します。ブラグロ。耐久575。ニュータイプ能力はそこそこですかね。初期ニュータイプ。防衛式能力が高くて射撃が50。
さらにクラウレハモンの無罪で、ザクレロ発進させよう、ブーンのザクレロ。ザクレロの能力もちょっと見ておくと、まあやっぱりブラウブロとかには当然劣りますが、そこそこ強いですね。ただ注意しなきゃいけないのが、モビルアーマーは占領ができないので、そこだけね要注意ですね。ジョニー・ライデンのゲルググのいるゲルググ部隊、これキシリアが乗ってるんで絶対に撃墜されないようにだけはする必要がありますね。さあここはビーグロがいるので、ビーグロ発艦、いや発進して、偵察衛星を潰しにかかります。ここもビーグロがいるのでビーグロをまずは発進。その他はゲルググリックドム部隊ですね。まずは制圧しちゃいましょう。一つで、さらにマリガンのいるところ、エルメスのマリーダ、シャーもいるね。ここはエルメスをまず発艦攻撃。いやーどうする、攻撃必要ないな。ビット攻撃、いやーもったいない、もったいない、やめよう。ここはしっかりと温存しよう、エネルギーを。で、シャアもそのままですね。まずは進みましょう。で、エルメス、ハマーンのエルメスがいる。ハマーンのエルメス期待でかいで、ハマーンのエルメスも一旦エネルギーを温存。あとはシーマのゲルググがいるね。これが画面の右から進む部隊ですね。で、画面の右下からは、おっと間違っちゃった、発信したのはビーグローです。ビーグローを発艦させていきましょう。コーンスコーン、さらにチベ、これはリックドーム入ってましたね。あとはゲルググ、あとここにはガルマ大佐が乗ってるね、赤花が乗ってます。さあこんなところかな。各侵入経路から侵入した部隊はご覧のようになってます。偵察衛星を確実に潰していきましょう。偵察衛星、防衛衛星かな、どっちかっていうと。フロンタルのところに誰かが攻撃を仕掛けてきている。フルフロンタルの乗ってるビグロですね。これはチベかな、見る限り。さすがフロンタルよ。敵戦艦からの攻撃、まあ、銃巡洋艦扱いですね。チベはものともしない。発艦、新松永専用ザク。で、ザク2ですね。これは、偵察衛星を潰していきましょう。いや、攻撃衛星を潰していきましょう。で、ここはどうする?ガッシャってさ、制圧できなそうだね。そうなると、リックドモを1機制圧させちゃおう。確実に確実にいきます。攻撃衛星、防衛衛星は潰していきます。邪魔になってくるんでね。ビグザムちょっと足が遅いからな、そこだけ心配だな。さあこっからじゃあゲルググ部隊を発艦させていきましょう。
ジョニー・ライデンのゲルグル。さすがよジョニー・ライデン、安心感が半端じゃない。で、キシリアあまり突出させて潰されるとゲームオーバーになっちゃうので、そうならないようにだけは気をつけます。リックドム、いやここはガルマ、ガルマ専用ザクで制圧をして、残りの部隊は先へ進んでいきましょう。ガルマが死ぬと、ガルマが二度死ぬという珍事が起きるんで、ガルマは死なないように、死なないように行きましょう。で、一番期待できる画面の右、モビルアーマー、これ、ビグロが3。で、マリーダのエルメスが、さらにハマーンのエルメスと、ここを本当に期待できるところなんですよね。ララーはどこにいる？ララー。ララーをちょっと出し飛び出ちゃったか。ここは、一方的な攻撃したいんで、まずは、確実に仕留めにかかる。発進。ここもシャーゲルを出してランバラルも出す。もう臨戦態勢だな。確実に行きましょう。シャリアブルだと一撃で潰すね。これもチベ級に見えるけどな。チベ10、14巻に見えるけど硬いね。落とすまではいかないか。ビグロはね、沈むわけにはいかないので、コッセルのザンジバル、マリーダのエルメス、ここを確実に潰してもらいたい。おお、エルメスかっこいい。よし、マペギ決まりましたね。さあ敵もリックドム。おい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 、いきなり無才が潰された。戦艦は資源がかかるんだよ。クランプ、マリガンのザンジバルも沈められたか。ちょっと誤算だな。戦艦前に出しすぎましたね。戦艦は貴重なんで、ちょっとあまり前に出ないように気をつけましょう。まあ、ここは敵のゲルググを確実に潰しておきましょう。まさかザンジバルとムサイを早くも一隻ずつ失うことになるとは思わなかったな。
ビッグドム発進させます。ここもガシャを発進。ビグザムがもうちょっと戦場に早く到着できるように足を早めておくべきでしたね。まあ今更なんですけど。でジョニー・ライデンのゲルググ部隊、ビグロがいるね。このビル、ビグロ潰しておきたいな確実に。いやーキシリアは前に出せないよ、出せないけど、ここはミノフスキー粒子を散布しておこう。で一番期待できるここだよね。でどこにいるんだやつは。そうでちょっと指揮はどこか見ておく。ここが指揮圏内だなーってことは、あんまり前に出すぎると指揮から外れちゃうと能力が発揮できないということも起きうるので、あまり前に出すぎないように気をつけましょう。シャアのリックドム部隊、エルメスはどうする。エルメスはちょっと前に出て攻撃だろう。いやーエルメスもうちょっと前に出したかった、もう一回砲撃したかったな。まあ、ここはしょうがないね。何を言ってもゲルググを発進させて、とにかく確実に確実に敵の部隊を削っていきましょう。まあまずは敵のビグロをね叩いておきたいので、こっちの方は結構順調に来てるね。下の方は敵があまりいないのかな。とはいえ危険だからな、あんまり調子に乗ると。ミノフスキー粒子を散布してガルマを前へと出しましょう。これで一通り指示は出しましたね。エルメスをもうちょっと前面に出させいと言いそうだけどね、キシリアだったら。敵のビグロ一気仕留め損なったな今ね。このターンしのいでエルメスのビット攻撃をガシガシ決めていこう。ブーンが危ないね。アクトザクも沈まないで済めば御の字。いやーフロンタルの乗ったビグロマジで強いわ。全然沈む気配ないもんね。さあこっからじゃあガシガシ発艦させていきます。エルメスも発艦で攻撃。エルメスはここにいたね。
ゲルググ、量産型のゲルググです。確実に確実に仕留めていきましょう。ザクは一度、アクトザクは一旦戻す。で、ここに来て、ビグザムが砲撃できる。いやー、ビグザムの砲撃は使いづらいわ。じゃあもう一回ブラウブロは砲撃を加えましょう。待って、ザクレロさ削られてたじゃん。ブーン、しまった、一度戻すべきだった。しっかり、今更だな。なんとか生き残ってくれることを願うしかない。さてと、ここだね、一番重要なのは。ガルマザビ大佐が死なないようにだけはちょっと気をつけましょう。優先攻撃が決まってないところからやらなきゃいけないので、まずはエルメスのビット攻撃がしっかりはまるように、エルメスのビット攻撃を先に仕込みましょう。これでいいね。間違って誤爆する可能性があるんで、下手をすると。エルメスのビット攻撃がしっかり決まれば、あまりローせずして終わらせることもできそうな気はするんですが、一部の部隊は今回のマップ攻撃の圏外にいるんで、そういった連中は確実に仕留めていかなきゃいけないですね。シャアも全然活躍できてないからね、ここまで。ただゴリ押しはできてる。で、敵の増援というのは来てないよね、まだ。いやー、エルメスほんと助かるわ。リックドムが潰されたか。一気ザクレロもここしのいでよ、ちゃんと。ちょっと全然期待した戦果上げてないけど、死なずには済んだね、ザクレロ自身は。フロンタルのビグロ強いよ。ドレムのファルメル、これはドロはドロス、確かドロス級は2隻3隻と配備はされてたはずですよね。
ドズルザビ中将のザビ家仕様のビグザム。なんかもうちょっと圧倒的な破壊力欲しかったかな。なんか思ったよりだったね。まあ、今回はというのはあるかもしれませんが、シャリアブル、ブラウブロですね。これもマップ兵器です。で、こっからはマップ攻撃。いやー、順調に来てるね。痛快だわ。まあ、いくつか失ってはいますけどね。モビルスーツ、あるいは艦艇。ん？これはもしかしたらザクレロが沈んだー。撃沈されましたね。あとはジーンとデニムのザク、よく頑張ったよ。ドレンのファルメルも、残ったね。ドルメルになっちゃう。ドレンとファルメルが一緒になっちゃいましたけど。ファルメルは一回下げましょう。残ってる敵の数、多くはない。まずは、ビグザムの、大型メガ粒子砲。ここの動線には絶対に入ってはいけないというね。さらにエルメス、エルメス、いやもうエルメスだけで片付くだろうっていうぐらいエルメスのビット攻撃強力だわ。さあこれであと溢れているところのフォローをしていきましょう。まあ、あんまり今回溢れてるところないかなとは思うんですが、始末がつけられなかった人たちがねいるんで、そういう人たちのところをこれでケアしていきます。アクトザクまだ回復してないね。パルメルは下げたいけど、どうだろうな。もうこれでぶっちゃけ型がつくんじゃないかって気はするんですが、万が一敵が残った場合にね、沈められると悲しい思いをするので、そうならないようにやっぱり下げましょう。一応もうめった刺しだな。ファルメルはどこにいる？ファルメル。赤鼻は大丈夫。ファルメル。ドレンのファルメルは一度下げますと。まあ、無理をしなくていい人たちは下げる。基本的にはね。ここに余ってるやつがいるな、一人。溢れちゃった人が。こういう打ち漏らしはないようにしましょう。ドズルザビ中将の、ビグザムは、うまくははまらなそうだな、今回は。まあ、しょうがないですね。ただ、普通のビグザムの方のマップ兵器が発動するんで、ちょっとそれはちゃんと確認しましょう。さあ、これでいいかな。
ここよ。ビグザムの、大型メガ粒子砲見ましょう。もう誰もいない、その河川上には誰もいない。なあ、スレンダーもやられたか。これで一ターンですね。ワールドマップの方の一ターンです。資源強制挑発、そうなんだよな。資源欲しいよ。ご覧になります、確認しましょう。おお、ニュータイプ専用モビルスーツジオングですね、これ明らかに。さらにチベの改良型ティベになるんですね、きっと。では早速開発の指示を出しましょう。基礎研究、モビルスーツ研究、モビルアーマー研究を入れた上で、新兵器開発はジオングを開発しましょう。で、資源がないんですが、挑発は行わずに今あるもので作れるものを作ります。まあやっぱりゲルググの量産型は改良をさらにしてあるんで、ゲルググの量産型ただ1機しか作れないか。そうするとあとは初期型のゲルググを何機か作っておきましょう。でザンジバルが出来上がるのをちょっと待ちたいですね。さあ問題の中域、バオアクーです。敵の増援が本当に来るのかどうかというのと、まあギレンの増援が来るのかどうかっていうのと、あとはアーバーワークでどれだけ生産されたモビルスーツが新たに戦場に出てくるかですね。決着をつけるギレンとの、残っているのはもう数としては少ないよね。ここに6、5でしょ。ここにビグロがいるのか。これ仕留めないとめんどくさいな。次ビグロ出てくるもんね。ドズルザビ中将の機体も出てきていると。ただここでさ、どんだけ騒いでも敵出てくるからね。さああとは砲撃で仕留めていきましょう。まあ無駄な消耗はね、この後の戦いもあることを考えるとしたくはないので、すり減った人たちは一旦、戻すっていうこともねちゃんとしていきます。
さあこれで潰せるは潰せるはずだ。まずは防衛衛星を消したでしょ。ギレンザビが残ったね。さすがよギレン。マップ兵器で仕留めるべきだった。がはギレンがガルマを殺した。やってくれるな。今攻撃受けた人は残ったでいいよね。残ってたもんね。できるだけねやっぱり消耗はしたくないので。今回で本当に終わらせる。いやさすがのさギレンザビ総帥だからね。エネルギー入れを起こすのもバカバカしいのでしっかり補充はしておこう。フロンタルももう全然カスカスになってるんで。まあ、なんとしてもここはね、仕留めにかからなきゃいけないとこなので、仕留めにかかります。ギレンザビを葬った。まだ残るからね、モビルスーツ。赤花、よし、残った。もう、行きたりとも失いたくない。赤花は退避。で、残った敵のモビルスーツの数、これだけだよね。であれば。アウトレンジ攻撃ということで射程外から仕留めにかかりましょう。で一応シャアのシャアゲルでとどめを刺すと。さあ、じゃあこの功績はシャアに与えよう。敵本拠地の制圧に成功しました。敵軍は本拠地を失い、戦意を喪失しています。もはやこれ以上の戦闘は必要ありません。我が軍の勝利です。シリアザビ率いるジオ軍は、アバオア軍の攻略に成功し、ユーファーに勝利。連邦艦隊は退けられたのである。ギレンザビはこの戦いで戦死し、ジオン公国
通達、あ、バーワーク奪還達成。逆賊ギレンザビア戦士、反乱軍は完全に沈黙。しかしこの戦いで我が軍の戦力が大きく低下。連邦軍との決戦に備え戦力を回復せねばなりません。兵器を増産、部隊の再編を急いでください。はい、というところで今回じゃあバーワーク攻防戦ということで逆賊ギレンを打ち果たしたところまでプレイをしましたので、キリもいいですので今回はじゃあここまでにさせていただきたいと思います。次回もぜひ、応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。